どうぞ。はい、こんにちは。始まりましたカズチューブ、今回は神戸雄介がピンでやっていきたいと思います。ほんまかいな。ちょっとそういうコーナーをもらいました。取られた。もらいました。いつもカメラマンやってるんでね、はい、たまには出ようかなと思って、うん、で、まあ今現在バッティング練習はさっきまで紅林選手と太田選手が打ってたんですよ、うん、でね、紅林選手太田選手今年からまあレギュラーとして使われてるじゃないですか、うん、でね、まあ、太田選手の体は元から去年大きかったんですけど、僕昨日試合中にネクストバッターサークルに立っている紅林選手を見て、はい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 、一瞬杉本選手が立ってるんかなっていうぐらい大きかったんですよね、見た感じの肉眼でね。で去年僕ファーム中継やらせてもらった時にあそこまで大きくなかったと思うんですよ、うん、でもこのすごい体作りからずっと努力されたんだなっていうのがすごい伝わってきて、うん、それが最近打球にも現れてるような気がするので、なんかもうこの4月中盤以降の紅林選手の活躍に、はい、なんかすごい期待を勝手にしてしまってます。なるほどね、はい、以上。いい、それで以上、はい、キスだ、はい、はい、ありがとう。はい、いつもね、はい、カメさんにカメラ回してもらってて、いつもお前さんのカメラ回しお疲れ様ですというツイートあったやん。ありました。なんか僕が神戸をこき使ってるみたいに思われてるやん。違うんですよ。違うねんで、みんな。僕ね、カメラマン好きなやってるんですよ。いや別にね、これ僕ここに置いて一人で喋れんぞ、いつもの。そうです、そうです。家で撮ってるから、十分。そう、その下に携帯置いて台にして、そうそう、こうやって神戸さんとお話できるじゃないですか。はい、そうです。ね、うん、そういうことで一緒にやってるんです。そう、僕だってこうやってね、こう見えても芸大出てるんでね、こうカメラ撮るの好きなんですよ。ほんまにこう見えてもやな。そう、そう、ね、芸大の、映画、ね、映画学部なんですよ。でカメラを回すからさ、はい、まあ、僕もその芸大映画家のそのなんていうの、片鱗を見せてほしいなと思うわけでありますが、全然見せてくれへんな。おかしいですね。4年間学んだんですけどね、一応。おかしいやん。だって僕がさっき撮ってたのと相当変わるやん。何が変わる。そうでしょ、うん、難しいところやな。難しいです、ね、著名な選手先生習ったやろ。ね、巨匠高橋万明監督で学びましたよ。おそらく皆さん名前はね、はい、聞いたことあると思います。聞いたことあると思います。高橋恵子さんの奥さんですね。関根恵子さん、あ、これ旦那さんですね。で関根恵子さんの、はいはいはい、そうなんですよね、はい、昔の関根恵子さんの、ね、はい、昔の関根恵子さん、ね、まあでもね、はい、いい先生に教わったからといって、はい、ね、いいカメラマンになれたカメラに限らない。それは間違いないですね。大貞治に教えてもらったらホームランをなれるか。なれない人がほとんどですね。頑張れリチャード、うん、という感じですがね。でもリチャード打ってますもんね、ファームでは。ファームでは、うん、でもやっぱりね、続かないのね、やっぱり。つぶに来たらすごいけどね。打球すごいですよね。京セラでも5階席掘り込んでましたもんね。すごいすごい、リチャードすごいよね、うん、だからあれがなんかこういろんなこう弱点を克服していって、うん、長所を伸ばしていけばすごいバッターになるよね、うん。まあ、国母さんに相当ね、鍛えられて、ね、国母さんは厳しそうなイメージあります。厳しいよ、国母さんは。まあ、ホークスのキャンプみんな見てください、うん、すごいから。あ、みんながすごいから。なるほど ね。で、何の話だっけ。お前さん、これでも結構時間経ちましたね。ほんま、はい、3分半くらい使いました。ちゃんとやりましょう。カズチューブの時間ね、今日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ゲーム前、バファローズは連勝できました。スイープ目指しての今日のね、3連戦の3つ目のゲーム、6カードぶりの勝ち越しというね、こと、まあ、最初の2戦で勝ち越し決めることができたのは大きいですね、うん。先週もペイペイで1つ勝ってね、その後まあ連敗だったんだけども、今回連勝できましたんで、まあ、今日は麻酔投手に頑張ってもらおうという。でもライオンズ打線見てるとやっぱ怖いよね。いや、ライオンズ打線すごいですね。これにまだ殿崎はいない、山川穂高はいない、うん、外国人はいないという状況なんですよ、うん、はい、やっと栗山選手が戻ってきたという状況でも、すごいよね、うんうん、すごいです。で、やっぱりどうだろう、山田遥にしても、はい、愛斗にしても、はい、しっかり振るよね、みんなね。そうで、またね、しっかり振りますし、うん、愛斗選手にしても、うん、金子裕二選手にしても、うん、熊代選手にしても、外野の守備、めちゃくちゃ硬いですね。うまいね、うまい、抜けそうなやつ、全部取るもんね。はい、肩も強いしね、強いし、だから、まあ、ライオンズってやっぱ強いな。いや、強いです。本当強いと思います。なんかもう森選手ってどうやったら抑えたらいいんやって感じやもんね、うん、昨日でも結構山本投手のボール粘ってたでしょ。難しいボールパンしたりとかね、ヒットにもしましたし、うん、源田選手はベルト、自分のベルトじゃないにもかかわらずヒット打ってましたしね。やっぱ影響ありますかね、そんなんて。わからないけど
ね、はい、最初ビルと合わなかったもんね、そうそう長すぎて。そうで次コーチに借りたりなんかしてましたけどね。なんかあの新聞からネットに載ってましたけども、あれで2分半。2分半止まったそうです。わあ、その間の山本投手のその気持ちの持ちようとか作りを大変やったと思いますよ。難しいと思うんでね。あのまああんまりその後影響しなかったのは良かったですけどね。あのシーンはね。うん、で、今日増井投手で前回のあの北戦も悪くはなかった。うん、あの5回の裏だけなのね。あそこで一遍に4点失ったんだけども。あの試合はなぜか今宮に対してストライクがもうほとんど入らずにというね、うん、ことで3つフォアボールを与えたのかな。で、まあ、そのフォアボールも絡んでピンチがあって、まあ点を取られて最後はランナー2人置いて栗原に、その前投げた打たれる前の1球のフォークはいいボールだったんですよ。でそのボール続けたのね。それが今度落ちずにうまく左中間割られて逆転のタイムリーツーベースを打たれて、まあ4対3で負けてしまうというゲームだったんですよ。で本人もあそこは悔やんでましたね。だからまああそこだけなん で、まあ、前回はまあピンチでまあ踏ん張ることできなかったんで、まあ今日はもうピンチになったとしても、まあ、そこで一段とまたギアを上げていけるようにということを昨日ね、まあ、前日の囲みでそんな話をしてくれてますんで期待しましょう。ただテンポもいいし、なんかあの先発になって新しいなんか増井さんを見ることできてますよね。いやめちゃくちゃ安定感すごいですよね。すごいよね、はい、ストライク先行で球数も少なくいくもんね、はい、それが先週今宮選手に対してだけね、なぜかこうストライク入らなかった。でもそのだけが勝負を左右するんですね。そうそう、何かあるんだよねきっとね。で本当そのだけが恐ろしい。プロってね、一球であったりその一つのプレーでぐらっとガラッと流れが変わるというねスポーツなんで、はい、それがもう本当結果として大きく左右するんでね、うん、ってなわけで、はい、今日はですね、まあ、ライオンズ、はい、相手伊藤翔、はい、伊藤翔投手、今シーズン、はい、スターター先発初めてなんでね、うん、これまでずっと中継ぎに投げていて、はい、でまあ、しっかり抑えてるんだね、うん、数字見るとね。そうですね、防御率1点台ですからね。そう1点台だから、まあ、そこから、まあ、先発に抜擢されてと、うん、4年目かな、ルーキーやなんか先発結構任されていたと思うんでね、うん、はい、まあ、先発経験もあるということですからね、四国徳島のね、うん、独立リーグからっていうね、インディゴソックス、初戦 の、 上間投手もそうだったでしょうか、ね、あ、上間投手ですね、はい、なんか西武は徳島となんかこう縁、つながりがあるのかなっていうね。あ、まあ、でも四国アイランドリーグってレベル高いって言いますもんね。そうね、もともとアイランドリーグの最初じゃなかった。あ、かもしれないですね、うん、オリックスなんかはな、BC のさ、うんうん、福井とか北陸の方にね、そうそうそう、あっちの方とね、つながりがあったりして、はい、選手派遣したりとかありますけどね、まあ、その中でようやく、おとといが大勝、昨日接戦を制して苦しいゲームだったんだけども、違った勝ち方ができたんでね、うん、これはいいのかなと、いい傾向なのかなと。あとやっぱり吉田選手で点を取るっていうのがやっぱりオリックスの形かなと思いましたね、うん、改めて、うんうん、オリックス昨日もホームラン打ったしね、はい、吉田選手がチャンスメイクをするんじゃなくて吉田選手で点を取る、うん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 、これは強くなりますね、これはできると。ただまあ昨日一昨日の吉田選手の場合は全部ソロホームランなんで、ね、ああそうか、はい、まあ、でもそれ以外の、まあ、モヤ以降の中川選手であったり、うんうん、モヤ入ってきてジョーンズがその後にいてというところで本当打線に厚みができた、うん、やっぱりモヤも警戒しないといけないんで、その警戒しなきゃいけない選手が増えれば増えるほど相手のピッチャーの消耗度っていうのは大きくなりますよね、うん、これ当然なんだけど、はい、それがうまく機能してるのかなと、うん、で今日ロメロ選手は、パーク、はい、ファームの U で、2番ライト、今日守備についた、昨日DH だったと思うんですけども、はい、2打席で変わったんですが一応まあ守備についたということで2打数1安打、お、ヒット出ましたね、ヒット1本出ましたね、うん、まあ、ですからトータルで5打数の1安打、うん、で、まあ、中島監督も、まあ、怪我も怖いしね、うん、まあ、じっくりと調整してほしいんだけども、うん、そこはまあせかさずにではあるんだけども、なんとかせかしていきたいと、うん、まあ、その辺 の、 まあね、気持ち、まあ、正直なところだよね、もうギリギリのラインを探っていく感じですね。まあ、本当そうだよね。だからまあできるだけ早く、まあ、実戦に慣れてと、はい、いうことになってくると思うんで、そこにこうロメロが入ってきたときにじゃあどんなオーダー組むのかっていうのもまた、うん、ちょっと注目でしょ。そうです ね、 ね、だから、まあ、ディクソンの来日がまだ見通せない中でね、まあ、とにかく 今、 その今いる戦力でやっていくということを考えた場合に、ロメロが早く戻ってきてくれたらということ。今日ファームでございます、榊原投手が、はい、
4回途中失点8あで降板、それあと次田神戸投手も3分の1で5失点、はい、3分の1で5失点、一挙12点失ってましたよ、1イニング1イニングでですか、うん、での、まあ、大敗でしたね。うーん、ファームのちょっと今心配でね、今日はまあヒットも打っててたんですけど、昨日3安打、はい、一昨日ヒット1本、はい、一昨日は北選手の1本だけだったかな。あですね、うん、だからそんな感じのゲームが続いてるんでね、ずっといい感じで来たんですけども、うん、U では3連敗、うん、また筑後に行くのかな、北戦がまた待っているという状況ですね、はい、僕も最近ちょっとファームの方生で見ることできてないんで、うん、一軍と重なってたりとかね、はい、が多いんでね、結構ねオリックス多いですよね、一軍と重なってるのなんか多いよね、はい、だからそんな感じで、まあ、先週なんかこの京セラでねゲーム、うんうん、阪神戦やったりしたでしょ、はい、ホークスもやりましたもんね、ここで、ね、そうです、ね、その時はちょうど僕が福岡行ったりメジャー行ったりしてました。ああ、そっか、一番忙しい時でしたね、できなかったんで、はい、まあ、またファームもちょっと注目していきたいなと思うんですが、とにかく今日は増井投手ね、うん、今日打つ方誰に期待する？いや、僕はもう吉田選手ですね。3連発を期待してます。3戦連発ね、はい、3戦連発を、昨日もバックスリー打った瞬間やしね、おとといもね、いや打球がすごいすごいと思って、ね、っ上がり出せば飛ぶね、はい、うん、だから吉田選手の理論としてはさ、はい、まあ、ホームランとかヒットとかいろいろあるけども、はい、やっぱり自分の中でいいスイングができたらホームランになるという考え、おすごいね、ホームランが打てているということはいいスイングができているという感じの話をいつもしてくれるんでね、うん、だからいい感じになってるんじゃないですか。なるほどね、気がつけば3割超えてるしね。いや、春先だいたい調子悪いイメージがあるんですけど、開幕しばらくはね、はい、うん、もう3割乗せてきましたもんね、もうどこまで伸びていくのかというね、うん、ことではあるんですが、あとは本当カブさん言うようにその前後ね、はい、がうまく機能すればこれビッグイニングになってくるしということなんです。そうですね、はい、今日は足立選手が出れる可能性も高いですよね。普通練習今日してました、昨日も練習してたんですよね。あ、そうなんですね。普通にやってグラウンドにいましたけども、はい、今日も普通に練習してましたんで、うん、おそらくまあ今日スタメンに戻ってくるものと思われます、うん、となるとまた三遊間どうするのかとかね、昨日打った宗選手はどうなるでしょう か、うん、ね、センターに行くのかとかね、うん、いろんな考え方もあるし、うんうん、まあ、まあ、ジョーンズが昨日ね打ったのも大きいし、うん、で彼はまあ DH におそらく入るでしょうから、そうなってくるとどんなオーダー組んでくるのかということ、キャッチャー誰がマスクを被るのかっていうのがこれまたポイント、うん、まあ、それもなんかこう今年のオリックスを見てると楽しみではあります。そうですね、はい、そんな感じで目指せ3連勝、目指せスイープということで、ね、ライオンズ強いんだけど、結構オリックス、ライオンズよその球団結構苦労してるけども、うん、オリックスいい勝負するよね、ライオンズ。あ、そうですね、うん、去年も勝ち越したんじゃなかったでしたっけ。一つ勝ち越しましたですよね、ライオンズだけに勝ち越したのかな。あ、なるほど。あとはね、はい、まあ、ホークス戦とマリーンズ戦がね、去年はちょっと響いたんで、あとはもうご覧の通りですって感じなんですけど、はい、はい、まあ、今日もいいゲームを期待しましょう、はい、今日は伊藤翔、増井博俊、両先発で始まるというゲームです。じゃあまた後ほどゲーム終わってからということで、今日も最後までご視聴ありがとうございます。なんか長くなったね、またね、13分、もうほんとすいません。まあ、大体この時間帯伸びないんだけど、ね、だからもう気にせずにいいよ。お好きなこと喋りましょう。そうでしょ、はい、うん、それは困るんですよ。はい、失礼しました、はい、では失礼します。